どうも、パピチンでございます。ライフイズストレンジ続きからやっていきましょう。ゴミ箱。あれつな、ー。マジで変人だよな。女子路出られないわで。一旦ケイトに会いに行こうぜ。さっきなんか来てって言われたよね。出る前に着替えないとあ、着替えなきゃいけないか。<laughs> はいはいはい。

誰にも言うなよ、みたいな、このビッチが、ってことえ、ってか、姉さんよく女子寮入ってきたな。<laughs> やばくね、あいつ。いかない女子トイレにもさ、普通に入るじゃん。ね <laughs>、女子寮にも入ってくるじゃん。恐ろしいな。ビクトリア使ってんのかなじゃ、とりあえず着替えて。ああ、よかった。ま <laughs> た <laughs> あだって安定してくれてよかったわ。 時間を巻き戻せないのにだよ。で、結局その服買い。あ、かになってる変わった、ちょっと。じゃ、見てみよう。あ、もう取れないわ。また、鏡ケイトに会いに行く前に本を探なあ、そう,そうそうそう。本を、書類し、え、本本本。本,本本、書類。これかな,なここにはないえ、この書類の中から探さないといけないの 本はここじゃない。あ、これか。ああ<ー>。<laughs> の本がジュースまみれ。ああ。なんとかしないと、これ以上ケイトの問題を増やしたくない。じゃ、あ巻き戻そう。便利な能力だな、俺。誰邪悪なジュースよ。プンにすぎるだろ。こいつめ、手こずらせてくれちゃって。 よっしゃ、ありがとう。時間にな,うなうった必要ないか。<laughs> う<無>今や世界中無敵になってるじゃん。あ、非通知番号から来てる。余計なことを言えば必ず痛みに合わせる。お前の居場所をかっている姉さんだな。えー、どっから見てんだろうちゃんとセリフ聞けなと。まあ、そういうこと字幕出てるからわかるでしょ。 えーゲイト、ちょっと部屋の中見させてもらっていいケイトは動画の件で頼れれる人がいない。いいいなな母親にさとえーリー電話して校長先生からあなたが参加したパーティーで撮られた動画について話があると連絡がありました。あなたをブラックウェルへ通わせることについて考え直さなければいけません。一度きちんと話しましょう。今バ授業が終わったら電話をください。 家族に恥をかかせるようなことはしてないでしょうね。みんなであなたのために祈ります。あなたも許されるようにお祈りするのよ。マウェオ全然信じてくれないな。自分の子供なのに。でもそうだよな。はめられてんだもんな。ケイイトはは毎朝バイオリンを弾いてた先週までは撮られる前まではってやつね。かわいい絵描くじゃん。何も ポジティブいや、悲しいなぁ。いや、鏡を塞いでる。いや、塞ぎ込んじゃってるよ、完全に。光は闇の中に輝いてる。闇はこれに打ち勝ってなかった。よかね。ケイティ、君はいつも私を照らす明るい光ですよ。愛を込めて。パパーいい人だ、パパは。 アリッサやステラと付き合いがあったなんて知らなかっい。えー、<laughs> アリッサいい顔してるね。たくさん泣いたんだ。ティッシュが全然足りないよ。もう俺もわかるわ、さ気持ち今。花粉症だからさ、ティッシュで溢れかえってねよ、よさ。花粉症だからですよ。まあ、かわいいうさぎ初めて。ケイトはいいお母さんだろうな。マックス動物取るの好きなんだな、多分な。 目、目が漆黒なんだけど。うさぎして。地獄行きが書いてないだけマシ。親いなるケイティ、ビデオに映っているあなたは本当のあなたではない。あれは悪魔がやらせたことでしょう。あなたはイゼベルのように動画を神の目に触れさせてしまいました。あなたの魂が永遠の豪華から救われるために私は教会で祈ります。マシオバさんより。あさっか教会の娘とかなんか言ってたもんね。なるほどな。 悪魔とかそういう神とか、そ、そういうタグになってる、ね。ほら、ね、<laughs> すごい。<laughs> すごいしか言えない。あ、写真。これも家族と撮ったやつかな。え、<laughs> ブラインド開けんのはやめよう。なんて世気のない家族写真。一旦話したいよね。 <laughs> 確かにケイトは聖書にもメモするんだ。私は一度も教会に連れて行かれなかった。行く必要もないと思ってたけど、今は何を信じるべきかわからない。疲れた人、重荷を背負っている人はみんなわのもとへ来なさい。私があなたを休ませてあげます。あまだ続きあった。 え、裁きが下ることは正しき者には喜びであるが、悪を行う者には恐怖である。そうね。<laughs> え、当たり前のことじゃない結構。まさかケイトははは多重人格なのの昼間は神のしもべ夜はパーーティーマニア後悔先に立たず、お互いが好きかどうかではなく、一回の過ちがあなたの人生を変えてしまいます。あなたには選択肢があります。立ち止まって考えてみましょう。これもなんか、 メールしたら帰ってくるから <laughs> やめとこう普段は超綺麗な部屋なのに彼女からしたら歌屋だろうなう完全にあれだよな塞ぎ込んでも,日,も日の光も浴びれないみたいになってるかわいそうケイト相当落ち込んでるよ一旦話してみよっかケイト本を持ってきたよマックスなぜ昨日デイビッドから助けてくれたの あいするしかなくて弱い者いじめは嫌い、えー、弱い者いじめは嫌い弱い者いじめきは嫌いだからデイビッドはおかしいよ <laughs> あんな人だとは知らなくてでもマックスが来てくれてよかった私はケイトの味方だよるのイでデイビッドとは何があったのその勘違いされてるの 私がボルテックスクラブのメンバーだと思い込んでるすぐ早そっちりするんだよな動画の件はどうしてパーティーに参加したえー、パーティーに参加したパーティーに参加したの魔がさしてボルテックスクラブのパーティーに行ったの完全にバ違いだったそうだよな誰とも顔えだからそこでええとは思うけど動画のことを話してくれたら助けになれるかもボルテックスクラブのパーティーに行ったら いつの間にか大勢とキスしてた。でもその間の記憶がないの。飲まされたでしょえー、なんで言ったらひどいらしく。うん、らしくないよだけは絶対ダメ。えー、ひどい。ひどい。でも、なぜそんなことに長い話だよ。自分でも整理がついてないし。じゃあちょっと尺が足りないわかな,かなよパーティーで何があったのお酒は 神に誓って赤ワインを一口だけあとはお水それに入ってたんかほん酔っ払うほどじあん本当に本当に一口だけ教会でもワインを飲むけどあんな風になったことなんてないから薬を飲まされたとか確かに吐き気とめまいがしたのは覚えてるやっぱそうだよね姉さんで、ね、姉さん病院に連れて行くてあほら姉さんだ プレスコットネイサンプレスコットいつもと違って優しい感じだったの最低だよあいつはねぶっ殺してやるはでとにかく長い間車に乗ってた目が覚めたらどこかの部屋で白くて明るかったから病院だと思ってうんその後は誰かが優しく私に話しかけてきて最初は医者かと思った そしたら姉さんの声がして、筋筋に針が刺さるのを感じて<わ>それでどういう薬なんだろうな確かなのいや、それでそれで覚えてるのはそれだけ。あとは分からない。起きたら部屋の前で、体にあざとかはなかったけど、すごく気分が悪かった。パーティーの動画は誰が撮ったの知らないよ。ビクトリアかも。 そこにいたしやりかねないしエイさんとビクトリア来るだよなったぶ、ね、んなでもこれは大変な事件だよどうやったら動画を消せるもう拡散してるけど教会に見られたらどうしようどうしたらいいの一緒に考えようまた後で連絡するからねお母さんには知られちゃったんだよなありがとう本はカバンのところに置いといてあ <laughs> <laughs> なんか、うんうん、あっあそうもう,もういいんすか なんか急にタイと変わらなかった今 <laughs>。ああ、じゃあ分かりました。えー、川のところに置いときますと。マックス、一つ聞いてもいい正直に答えて。これ絶対、あれだろ、うん。もちろん。運命を左右する選択だろ俺。えぇ。あ、いや、これは、 警察に行っちゃだめだ、絶対。だって、姉さんはね、警察ともグルだから、証拠を探す。警察に行っても信じてもらえないよ。多分動画の内容からして、主張は受け入れてもらえないと思う。あそれだけじゃないよ。それを証明しなきゃならないの。警察や学校は動画を見てどう思うケイトが不利になるだけだよ。もう絶望的ってこと違うよ。

まるでケイトの力にはなれなかった。でももっと証拠を集めないと。じゃあ。ええー、じゃあ一回まだわきよう。わからないううな部屋。あ、そんなことできなかった。ケイトったえぇ、ー、どうすんの俺。たらで一旦巻き戻して、ちょっと違う選択肢を見てみよう。一旦な。 警察に行くか行ってみるこれでうん絶対に警察に行くべき私はケイトの言葉を全部信じるからネイさんは本当にヤバいよありがとうマックス警察に話してみるメルズ校長にもいや全部ダメだよマックスが証人になればきっと対応してくれるはず証人うんケイトのことは信じてるけど警察や学校からしたら 私たちは世間知らずになれるなる、ね、もっと慎重になった方がいいと思う何で何に対してほら,ーほらプレスコット家は影響力があるから裏目に出たらまずいと思ってもちろん姉さんは報いを受けるべきだし許せないけどどうしよう。<laughs> マジでどうしようええー、それで終わりーちょっとよく考えて、警察と校長に知らせるってことは、あの脅迫文もバレる。これで警察に巻き込まれるのは確定ね。そうだよな、で、一旦巻き戻そう、やっぱ。いや、だめだ。この部屋じゃ何もできることがない。 なんであの選択肢どっちかを選ばなきゃいけないですね。えー証拠を探すようにしとくか。まぁ、あ、ちょっと、どっち行っても、どっちに転んでもって感じだよね、これは。いやー。<laughs> 難しいどうだな。じゃあ一旦時間もいい感じなんで、ここで終わりましょうか。また次回、この、ケイトの事件解決編になるのかなやっていきましょう。それでは。 バイバイ。